歴代企画観光地でパチンコ、勝ったお金でしかご当地のもの食べれませんスペシャル。ね、俺観光地行くたんびにパチンコさせられない。いやいや、そうですよ。そうですよ。じゃあこれだって言うたよ、俺今レギュラー企画って、レギュラー企画になりましたから。こんな桜の前でパチンコの話してるのおめえだけだよ。いやいや、そんなことない。ちょうどこの裏に、ほら裏にここにパチンコ屋があるからな。なんで桜じゃなくてパチンコ屋見つけてんだよお前。いやこの屋やね、桜は。あ、そうだ、さすがだな。もういやいや、で何言うの。だから前回川越で大失敗したの覚えてる。そうだな、お前3000勝負って言って結局7000使ってたからな。で川越のご当地のほう結局食べずに川越から帰ったよ。うん。今はあの上野にいるんですよ。なるほど。上野で結構今撮影してて、うん、最後にあのどでかい一勝負して上野の、いやもう本当今日疲れてるからマジで食べてるから、いや本当に、うん、ちょっと美味しいもん食べよう。今日いくら勝負。まあ今日も3000円でいきましょう。1人3000円。本当じゃあもう3000円あれば本当だったら美味しいもん食べれるからな。じゃあもっと美味しいものを食べよう。でも俺ちょっとだからこのボタン、カメラのボタンを押す前に気づいちゃったんで、ちょっと映んねえかもしれないけど、カニ道楽なんで。おお、そう、うん、ちょっとあれ目指すか。じゃあカニを食べようか。そうだ、ちょっと1万発あれば食べれるんじゃないか。おお、いいね。よし、じゃあちょっと次カメラ切り替わったらカニになってるかもしれないですけど。じゃあよーく見てください、ね、どこ行くの。いやだからここ。あ、桜。じゃあこれ桜なんかどうでもいいの。あ、そうだ。その奥にあるエスパス。エスパスに行きましょうか。よし、じゃあちょっともう観光地せっかく来たから美味しいもの食べるために頑張るか。じゃあパチンコ行ってきます。どうした、どうだったの結果。いや、まあ負けたな。あ、3000負けた。え、3000負けた。うん、いくら負けた。5000負けた。なんで3000円の約束守んないのが頭に前になってる。違う、一応3000円でさ、それも終わんのもさ、なんか何や、企画としてさ成立でしんや。いや、よくわかんねえよ。3000も5000も当たんなかったでしょ。だからほら、こんなん当たってればさ、カニ道楽。うわ、今日もスーパーの半額シール貼られんのを店員のそばで待つしかないわ。もうこんなん全部、いや、あの3000円では確か当たらなくて、うん、5000まで使えば当たろうと思って5000まで使ったんだけど、もう財布の中身が全部なくなった。あと5000使ってれば当たってたかも。え、あと5000使っとけば当たってるかも。いや、ちょっとな、今月もうマジでな。まあ本当にもうマジでな。お前なんかオープニング巻いてたけど、早終わらずな時短営業で8時になったら飲食店閉まるからよみたいな言ってたけど、そんな心配する必要なかったの。全然2時間まだ、あの見せてくれるけど全然関係ない。あー、クソお金で もう前歩いて前、もっとなんか金なくなったよ。結局美味しそうなもんなんもねえな。いつも俺金なくなるわ、ロケの最後に。自業自得であるけど。ほらこれ2000円ありゃさ、うわ、食べ飲み放題やって。うわ、なんか俺もう5000円使ったからパチンコで2人分いけんじゃねえかお前。どうなってんだよ。違う、俺はあのもう上の味は一生来ねえってことだな。上のお前嫌いやって言ってたもんな。いやでも嫌いや、こんなパチンコ当たんない街よみたいな。まあでもパチンコ屋がある限りは来るかもしれない。なんだこれ、もっと何度もあんねえのかよ。さあ、お互い俺もだな。いやー、せっかくカニ道楽行きたかったのに。だってこんな近場で観光地で、しかも飲食店いっぱい揃ってるとこってもうないから、多分しばらくパチンコの企画ねえからな。こんな楽しい神企画。まあな、前回でもちゃんと50再生いってたもんな。いや少ないよ。
パチンコの動画少ないの金かけてる割には。全然つかねえ。うわあ、こんなんでも食えたのに。お前で酒飲めたよ酒。まあじゃあそのお前の使った5000円があれば。いや止まらんかった。そのオーバーした2000円だけでもな。いやちょっとさ、本当にもう金がね。ああ、なんだけどもな。1000円あればいけたのに。今あのエンディング撮ってるやろ。本当やったらあのカニ食べながら、ね、あの時間な、あの10分目指してやってるはずやのよ。全然いいとこなかったな。いやいや、うわ、こんなもん受けたのにな。上野だからいくらでも1000円あれば柿8個植えたよ。だから5000円だから40個増えたよ。増えたよ。何やってんだよ、まあ、いやでも、あのそんなギャンブルってそういうもんやから、あのこれが何十万人でもなる世界やから。まあなんかマスクに血ついてるけど生理でも来た。生理でもないよ。あ、そう、だいぶ口に生理やろ。いやあ、もうこういうお菓子だけでも、お菓子だけでも長いよ。もう上野に5000円寄付したから。まあパチンコ屋だから何も寄付でも何でもねえけど。誰かの バイトの一日のあれで終わりだから。いやマジでやって本当に、本当に俺のバイト代よ。ああもう疲れたな。まあじゃあ次はいつになったら食えんだよ。お前いつになったら食えんだよ。いやでもだからこそ次当たった時の飯を食った時の感動。お前だって YouTube でパチンコやって一回もまだ当たってねえからな。当たって勝ってねえからな。プラスになったこと一回もないからな。どうしたら勝てんの？これで、今マイナス8万ぐらいってのか。YouTube で8万2000円ぐらいじゃね。YouTube だけで今8万円超えた。そう、信じられる？信じられる？逆にどうやったらそんな負け続けられるんだ。一瞬でもグラフが上に向かねえわけだからな。いやほんまやで。いや、まあ、こんな店行きたかったな。ちょっと8万円返して本当に誰か。お前が勝手にパチンコやったんだろ。やっと今日パチンコの企画やって言って喜んで。確かにテンションが全然違うけど。ああいろんな店あったよ。まあほんまやね。もうダメだ。まだあれ挑戦だろ。500円でよかったんだよ。あ、もう今から500円も使えないから。お前でも別の動画で俺500円お前に奢ったじゃん。あ、ほんまやんか。うん、おい、じゃああれじゃあ最後に奢ってるよ。あのチキンでいいか。マジで奢ってくれんの？奢ってく俺、ケバブもらったの。お返しな。いや、ちょっと待って。2本あるってよ。2本って？あ、そっちのチキン、左の方美味しそうね。箸巻き。あ、いいね。うん。さあ、来ましたね。いただきます。うん。うん、おいしい。あの尺短すぎて、広告貼れないからってお前が尺伸ばすために無理やり買った。これめっちゃおいしい。いや、なんちゅう言い方してんねんお前。いや別にあれやんか。何そういう意味じゃないやろ。じゃあちょっと尺伸ばさなって言ってな。あ、でもうめえわ本当。うん、うん、まあ代わりと言っちゃないけどこれやな。ケバブの俺だな。うん、よかったらじゃあ1個、いやそっちにあげるよ。じゃ あマジで、うん、食ってくれ。家帰ってから食ってもいいし。以上ですかね今回は。これなんだと思う？ん？そもそもなんだと思う？これお好み焼きやろ。そう、うん、よくわかったろ。いやさすがにそこはちゃんと読んだわ俺。あ、串で焼いたお好み焼きだ。うん、いいやんか。あとはじゃあそっちゆっくり後で食べてくれ。上野で唯一食べたもの。まあ今日はこんな感じか。うん、じゃあ次こそ、うん、どっかで爆食できるように。はい。ちょっとね、ご当地のものはやっぱご当地で買ったお金でしか買わない好きなので。今、いやいや、まあまあまあ、これはまあ最後にね。最後に。まあ、もし大勝ちしたらもっと高価なものを食べれるということで。ちょっともう、カニ道楽の地になってたから。うん、
ちょっと一番カニドラグ行こうよ。ああ、いいね。いや、ちょっとカニドラグ目指して、またどっかで頑張ろう。はい。じゃあ、以上で。はい。くれよ。もう夜だよ。じゃあ、今日は以上で。はい。じゃあ、さよなら。親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて女王様にあの人最近お見せもないって言われてしまいですよ。もう人生の集大成。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいい。何俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。